はいどうも、ナクリオシタです。さあ今日も始まりました。今日はどこでしょうか。あ、見えた、今見えた。はい、こちらここ、はい、なんかこの風景、あ、空綺麗ですね。はい、見たことあるよと、もう皆まで言うなという方おられましたらですね、はい、とても嬉しいです。見たことあるよとぜひ言っていただきたいんですけど、そうです私が変なおじさんです。違います、はい、そうじゃないです。はい、はい、ここはね、甲子園です。はい、今日もホームです。はい、はい、もう行きます、もう行っちゃいます細かい説明はもうしません。はい今日もホームで仕事です。はい、今日はね、昨日一昨日とね、してた仕事とはね、また違う仕事ですということで、いつものね定刻ですよ。はい、8時開始ということで、はいちゃんとねいつも通りの時間に出てます。はいいやー、なんか珍しいですよね。ね、ずっと続けてねここに来る。はい、でも嬉しいですよ。はい、いや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 、あ、そうそう、今日ねもう決めました、決めてます。何の話をするのか、こう珍しいんですけど、時事ネタですよ。初めてじゃないですか、時事ネタの話ですよ。時事ネタって言っても、あのおじいちゃんの話じゃないですよ、違いますよあの今っていうね、今っていうことですよ。今話題の話っていうことですよ。はい、何の話かというとですよ、クラブハウスの話をねちょっとしたいなということです。はい、なんだかね私がねクラブハウスというとね飲み屋さんの話をするのかと、ああいうような、いやイメージもあるのかどうかは分かんないですけど、違います。はい、クラブハウス今話題ですよ。はい、まあそれ何なのかというと、平たく言うと、参加できるラジオみたいな感じですよね。はい、音声のみでですね、まあ番組をね、チャンネルを開設して、まあ、チャンネルっていうか、まあラジオですよね、を放送できるというような感じです。はい、一応ねこう制限がありまして、そのねクラブハウスっていう、まあ、アプリなんですけど、どんなね制限があるのかというと、 iOS 版のみなんですよね。はい、ということは、iPhone、iPad ユーザーのみが使えるっていうね、そういったラジオっていうことになります。はい、まあ、それなんでその話をするのかというと、私ねそれをねやろうと、思ってるわけであります。はいいやー、何本か前のね、動画でも話したと思うんですけど、私ね日曜日でもちゃんとね未来ですよねのために、いろいろね、作業を進めたり、情報をね、集めたり、してますと、言ってるんですけど、まあ、具体的な話をするとね、そのね、クラブハウスの話ですよね、それを聞いたりですねしてたわけですよ。はい、まあ、ありがたいことにですね、私がねどういう未来をね歩みたいのかということをですね、私のね周りの方ですよに、伝えているとですね、わざわざね私がねこうなんとなくですよ情報を取りに行くっていうことをしなくてもですね、私にね必要であろうと、それをねした方がいいというような情報があればですね、こう伝えてくれるわけですよ、吉田さんと、こういったものあるのを知ってますかとか、っていうふうにですねこう、まあ、私に必要であろうものっていうことっていうのが、ね、こう集まってくる、情報がね集まってくるっていうね、非常にこうありがたい話なんですよね。はい、で、
先日ですね、気持ちいい、暑い、あー綺麗、はい、先日ですね、そのね、話をいただきましてですね、知りませんと言ったところですね、知らないんですかと、それはまずいですよということでね、クラブハウスの話についてですね、いろいろねこう聞いたわけですよ、まあ、使い方であったりとか、どういう人が参加しているのかとか、株価がどう変わったとかね、もうそういったねありとあらゆることをですね、教えていただいて、ほうほうなるほどなと、はい、でなぜ私にね、知っていった方がいいよ、やるんならやった方がいいんじゃないのっていうね、話をしてくれたのかっていうと、私にぴったりだからですいや本当ね、私のことをねよく知っていただいている方からね、そうやって情報をいただくのはね本当にありがたくて、もちろんね、伝えて、くれる、それはもうしっかりね、私のことを知っていて、見極めて、これっていう情報をねやっぱねこうポンと教えていただくことができるわけですよ、はい、だから、本当にね説明を聞いた時にほうほうなるほどなということでですね、素晴らしいということですよ、まあ、私ね今こうやって、動画に撮って、YouTube にね動画アップロードしてますけど、まあね、YouTube では不可能なことっていうのがやはりね、クラブハウスで、ラジオでですねできるということですよね、それがとてもいいなと思いまして、まあね、どういった方がね今参加されているのかっていうと、やはりこう、まあ、新しいもの好きっていう人がね参加してるっていうのはまあ、わかると思うんですけど、有名人とかね、まあ、影響力のある人とかね、そういった方々が、続々とね、参入しているわけですよ。あ、ちなみにねそのアプリですよね、それがオープン、日本でねオープンしたのはここ2週間の話なんですよ、はい、なので、まあ遅れを取る前にですよやはりねどんな世界にも先行者利益的なものってねあるんですよね、はい、ですのでもう早速ね参加していきたいなというふうに思います、まあ、参加するにはですね基本的にですよ、基本的には、誰かの紹介ですよね、それがないと、参加できないというようなところがありまして、誰かが私のことをね紹介してくれたら、まあ、スタートですよね、することができるということです、まあ、その他にもウェッティングって言って招待はされてないけども参加したいよというように、まあ、表明ですよね、することができる、まあ、そうすると、まあ、おそらくなんですけど向こうの方運営されている方が、ほうほうあなたは誰ですかというように、まあ、OK、調べた結果ね OK であれば使うことができるようになるっていうことです、はい、それではねちょっと、ね、タイムラグはあるそうなんですけど、まあ100% ね紹介じゃないと使うことができないというわけでもないということです、はい、まあでも iOS のみの対応となってますので、私ね、偶然、iPhone ですね使っているので、まあラッキーかなということもありまして、早速ね、使用していってみたいなというふうに思うわけですよ、はい、でね、他のこういったね、情報発信のメディアと何が違うのかというところなんですけど、アーカイブが残らないっていうことなんですよね。アーカイブが残らない、
はい、だから過去に何を、どんな番組をしたのかっていうのがね、わからないということです。もう本当にライブのみで終わるというね、ことです。そしてね、録音であったりとかそういうのは一切禁止ということです。はい、本当にライブのみで、消えていくということですよね。はい、いやでもね、そこでね、私何したいかなんですけど、そのね、クラブハウスっていうのはインスタグラムとかツイッターと連動しているっていうことで、うまくね、活用すればですよ、私みたいにこう好奇心旺盛な人間ですよねっていうのは、何々の話についてね、いついつやりましょうというようなことをですね、インスタグラムとかツイッターで募集ですよね、をして、参加表明ですよね、してくれた方がいましたら、その人と一緒にラジオをね、ラジオのチャンネルを、開いて、そこで放送するというようなことができるわけですよ。はい、例えばですね、昨日届いたね、焼き芋ですよね。焼き芋のを私ツイッターでね、ちょっとツイートしたんですよね。今からこれ食べますみたいなね。はい、で仮に私がこう焼き芋の話についてね、もっとしたいと思うとするじゃないですか。そしたらさつまいもですよね。それについてよく知っている人であったり、生産している人であったり、まあ、今回のね、八百屋さんのような方と一緒にね、いついつ、放送しませんかというように、ですね、問いかけてやりましょうっていう話になったらですね、焼き芋についてね、熱く談義をするみたいなね、そういったことができるわけですよ。はい、なので本当私にはぴったりかなということですよね。はい、自分が興味あるもの、それに対しての専門家ですよね。そういった人たち、まあ、自分が話したいというね、内容に沿ったそれのなんかもう素人ばっかりがこう集まってね、わけのわからない話をするっていうんじゃなくて、しっかりね、その何 か携わっている方、専門家と呼ばれる方であったり、プロと呼ばれる方であったりっていうのを、そういった方々と、交流を、持ちながらですね、それを、情報発信できるというところがとてもいいなということです。はい、いやね、本当ね、いいと思います。おすすめね、していただいて本当にね、ありがたい、話で、ちょっとね、この動画を通してですね、お礼をね、本当に言いたいなと思うわけですよ。はい、本当にね、ありがとうございますありがとうございます最近ね、なんかね、ダラダラってね、ダラダラみたいなね、感じに、ね、なりがちなので、しっかりね、滑舌よくですよ発音していかないといけないなと思って、はい、そんな感じでね、今日は新しいね、日本で新しく日本でオープンしたアプリの話ですよね。クラブハウス、はい、飲み屋さんじゃありません なんか歌って踊るようなところでもありません新しくね、海外から入ってきた、アプリ、はい、内容はね、ラジオということですよ。はい、でもね、本当有名な方っていうのが続々とね、参加して、芸能人の方もね、多くいらっしゃるということで、そういった方が自分がね、そのラジオですよね、番組放送している時に、ポロッとね、有名な方が聞きに来るということも あるということなので、そしてね、その方が、その自分のラジオにね、参加して、話すこと、そういった可能性も出てくるということなので、非常にね、面白いアプリだなというふうにこう思うわけですよ。はい、ですので、ぜひね、
あ、なるほどと、面白そうだなって思う方っていうのは、まあ、誰かにね、まあ、今ね、参加されている方から紹介を受けて、番組ね放送してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、いやー、来ましたよ、いつもの場所までやってきました。わー綺麗ね。はい、朝日です。あー気持ちいいですね。やっぱね、日陰とこう日向の場所全然こう気温違いますね、体感違いますよ。いやーありがたいですね、太陽いやーしかし今日もいい天気です。はい、空ぐるっと回りましょうか。ぐるっと回って、ほらいい天気ですよ。はい、ということで、今日もね、一人です今日も一人で、仕事になるんですけど、はい、今日もね、夕方まで、頑張ってね、笑顔でスマイルでね、やっていきたいなというふうに思います。それではまたね、明日会えたら会いましょう。バイバイ。